初日からね、スタンディングオベーションでどんどんお客さんにも受けられて、井上さんの作品はあそこだけ持ってんだなって、俺たちはまあ恐怖に震えながら必死にやって、終わったら猛烈な拍手でスタンディングオベーションで、よかったね。